シューズの力なのかみたいな。いや本当それは分かりますね。びっくりして、うん、例えるならどんな感じなんですかね。これはですね、スラダンでいくと、スラダンでいくと、はい、皆さんこんにちは、ラントリップ代表の大森です。教えてあなたのスタメンシューズのコーナー、いよいよね来ました、日本一走るアナウンサーの長谷川智香さんです。はい、お願いします。お願いします。長谷友はまだかまだかとコメントをたくさんいただきまして、はい、いよいよ来ていただきました長谷川智香さん。はい、私もいつ呼ばれるんだろうなと思いながら皆さんの動画見てました、はい、見てました、ついにね。はい、ありがとうございます。はい、あのね、スラムダンクの方もお好きということなので、まあ、そっちの話にもね、はい、行くのかななんて思いながらですけど補足スタメンを最初にちょっと発表してもらいたいなと思うので、うん、いいですか。はい、まず一つ目が、はい、あのサッカニーのこちら、うん、エンドルフィンプロ2。なるほど、これ新入りでございます。新入りで、ね、はい、新しく入りました。なるほど、なるほど。そして、はい、アシックスのターサージール。はいはいはい、はい、これはもう、まあ、昔からって感じですかね。昔から使っております、はい、そしてこちら水野のウェーブシャドウ。ウェーブシャドウ、これも大好き。これ3ね。はい、3です、 3ですね。今5が出てると思うんですけどね。はい、そして4つ目が、うん、ドンのクラウドストラトス。なるほど、はい、ストラトスね、はい、そして最後が、はい、ブルックスのゴースト14。ゴースト14、一番新しいやつですね、はい、ここも愛用しております。愛用してます、ね、あまり寄らないでください。なんでなんでもう使い込んでますね。ちゃんと履いてますって感じがね、はい、伝わってますけど、じゃあその心はみたいなところをちょっと聞いていきたいので、はい、一足ずついきましょうか。はいはい、ということでね、じゃあまず1足目から、はい、聞いていきたいなと思うんですけど、はい、このサッカリのエンドルフィンプロ2は最近これ仲間入りして、うん、のレースシューズをなんか新調したいなとずっと思っていまして。なるほどね。でいろんな方のちょっとおすすめを受けて、まずこの見た目から、ね、華やかで、華やかですよね、すごいね。そう、すごく華やかで、ね、なかなかの他のシューズではないなっていうので、うでね、まあ、まず惹かれたのと、うんうんうん、あと結構私クッション性のあるシューズって足に合わなかったです、うん、これまで。そうなんだ。なんでちょっと抵抗があったんですけど、これは結構合うよっていうおすすめを受けて履いてみたところ、はいはい、やっぱり結構履きやすくて、はい、まあ、推進力もあって、うんうん、いや、そうそう、すごい推進力ある。そうなんですよ、うん、私今まで結構そこ薄めのシューズが多かったんで、うん、こんなに反発を受けられると人間は前に進むのかみたいな。あ、これがシューズの力なのかみたいな。いや、本当それは分かりますね。びっくりして、うん、でスピード練習で今使ってるんですけど。なるほどなるほど。結構弾む感じが。レース用でもある感じですかね。そうですね。今後ちょっとレースで履いてみたいなと思って。なるほど。でまだレースでも履いていないので、うん、今後この子がレースの本命シューズになるかもしれない。かもしれない。いや、いいですね。ちょっと気に入っております今。なるほど、はい、例えるならどんな感じなんですかね。これはですね、スラダンでいくと、スラダンでいくと、はい、藤間でございます。藤間ですか。藤間でございます。ほう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 。まあ、見た目の華やかさももちろん、まあ、彼もすごく、ね、藤間はね、華やかだよね。華やかな王子様フェイスで。そうですね、まあ、ただそれだけじゃなくて、まあ、機能性もこれありますし、実力もあるということですね。そう、見た目の華やかさだけじゃなくて履きやすくて、そして推進力もあって、うん、これを藤間以外に何に例えるの。なるほどもう大好きです。そっか、はい、確かにね、華やか。そうなんだよ、ね、花がね、一押しでこの、なるほど、はい、藤間推し面ということでね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ2足目はターサージル、はいね、はい、これはもうランニングを始めた頃、うん、1年経ったぐらいからずっとレースシューズにしていて、うん、そうなんだ。そうなんですよ。でこの子はもうレース以外ではもちろん履かないんですけど、うん、レースで自己ベストを出したものを全部この子を使っていて、うん、まあ、何がいいのかというと、やっぱクッションのあるものが合わなかったので、言ってましたね、ターサージルって本当自分で走ってる感覚、地に足をつけている感覚というか、うん、う、確かに確かに、自分の足で前に進んでいるという、うん、あの、うん、走ってる感、うん、そうですね。で、すごくしかも軽いので、はい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 、フィット性もあって、そうですね、すごくいいな。一時期のマラソン大会の A ブロックにめちゃくちゃターサージールいましたね。いや、その頃まさに私も履いていて、そういうことですよね。で、ずっと私は履いてるんですよ。なるほどなるほど。なので3年くらいはそれ履いてました、レースで。じゃあかなり、あ、もうあれですか、何回もターサージール行ってるって感じ、それとも一足をずっと使い古してる。あ、いろんなターサージールを使っていて、なるほど、で今そうですね、履いてるっていう、そういうことですね、はい、あ、これじゃあ例えるならこれはですね、こんな感じなんですかね、仙道ですね。仙道アキラ、はい、やっぱプレイヤーとして本当にすごく高性能というか、確かにすごく優秀なんですよね、ターサージールって。超優秀ですね、はい、で、うん、まあ、王道ですごく使いやすくて、うんうん、確かにそこがね、やっぱり仙道っぽいなーって。なるほどね、シュッとした見た目も含めてね、この髪のシュッシュッとした感じがターサージールのシュッとした感じと似てるなと思って、伝わりますかね。超納得しました。良かったです、うん、なるほど、はい、ここぞという時に決めてくれるシューズっていうところもね、確かに、はい、確かに任せとけば安心。そうな、安心感ありますね、やっぱり、うん、3足目ウェーブシャドウ、ね、ウェーブシャドウなんですけど、はい、
これはもうジョグでずっと使っていて、なるほど、これも2年くらい、2足くらい持ってて毎日交互に履いてました。2足持ってて交互に履いてたんです。すごいな。逆に言うとそれ以外ジョグで私使ったことがなくて。あ、そうなんだ。これぐらい本当フィットするんですよ、この子は。へー。なので本当に5、6足は買い直して、あとこの見た目ですかね、この黒の、確かにね、ベースに黒にこうレインボーな感じで、ね、そうなんですよ。こんな感じかっこいいですね。かっこいいんですよ、これ結構あのインスタとかに載せるんですけど、はいはいはい、これどこのシューズですかって聞かれることが結構多くて、なるほど、すごく足元もパッと華やぐので。本当ですね、これおすすめ。確かにこんなカラーあったんだ。あと包容力もあってホールド感もあるし。なるほど。やっぱり足が疲れないんですよね、これだけ厚みがあると。わかります、わかります。進みますよね、そうは言っても。そうなんですよ、結構そのジョグだけでもちょっとスピードを出したいとか、ね、そういう時にもいけますよ、ね、適応してくれるので。わかるわかる。シャドウいい、いぶし銀な活躍するんですよね、シャドウはね、本当におすすめで、はい、例えるなら、これはですね、本当に愚直に進むというところで、小暮くんね、本当この実直な感じ。そうですね、あいつも3年間頑張ってきた男なんですよね。もうスポットライトを浴びてあの瞬間、ありがとうございます。ありがとうございます、本当ね。小暮くんですね、本当に。なるほどね。真面目で優秀で。確かに、本当そうだわ。そうだわ、地味なんだけど、はい、真面目で優秀で、彼がいないとね、なんだかんだまとまんないみたいなところですよね。でもっともっと光を浴びてほしいなという意味もありながら。なるほどなるほど、やるな、意外と例えがすごいちゃんと分かりやすい。よかった、よかった、ちょっと来てくれてありがとうございます。なるほどですね、はい、いやすごい分かりやすかった。じゃあ4人目いきましょうか、4足目、はい、オンのクラウドストラトス。ほう、あれはまあ見た目の可愛らしさ、やっぱ私服でも履けるんですよね。そうですね、はい、なんか不思議な形してますよね。いや、そうなんだ、ね、あの独特な独自性っていうのもすごく好きですし、はいはいはい、クッション性があるので、足もあれも疲れにくいですし、でもやっぱ前に進む感じもあるので、そうですね、あれもすごく履きやすくて、結構ジョグとかゆっくり走るとき、なるほど、長いのとかでも使うんですか。長いのも使えますね。おー、なるほどなるほど。結構なのでいろんな場面に対応してくれる、あれも万能なシューズだな。確かにそうかもしれないです、ね、なのでスピードを出すっていうときよりはやっぱりちょっとゆっくりめで使ってるっていう感じですかね。はい、なるほどなるほど。じゃあ例えるならば、はい、これはもうあのオンのあの独特の独自性、我が道を行くっていうところで、天上天下優雅独走男のルカワでございます。ルカワ楓でここで来た。ルカワですよ。なるほど。なんかルックス的にはちょっとぼってりしてるから、なんかルカワっぽくないというか、なんだろうな、川田美希夫とかそっち系かなって僕は思ってたんですけど確かにそれもすごい考えたんですけれども、やっぱり独自性、唯一無二っていうところで、ね、でブレない、ブレない、なるほど。本当誰の声も聞き入れないと、で俺は俺なんだ、若道行ってますよね、あのデザインね。そこにやっぱ惹かれていっちゃうんですよね。なるほど。でルカは親衛隊になって、ルカはルカは LOVE ルカはそう、オンに私は惹かれちゃって。なるほどね。そう、親衛隊になっちゃってる。親衛隊になってるわけですね。そう、やっぱこの巻き込み力ってもすごいなと思って。確かに、なんかね、だから高校を選ぶ理由が近いからみたいな、そこみたいなね。そうなんですよ、そこ斜め上から来たみたいな。確かに、あのクッションね、クラウドテック2段重ねできたみたいなね、いや、そうなんだ、みたいなとこですよね。いや、本当に面白いなと、見てて飽きないんですよね。確かにね、本当に次の展開が気になるとか。そっかそっか、そういう点でるかは。なるほどね、わかりました。はい、じゃあ5足目いきましょうか。はい、ブルックスのゴースト14、これですね、ここも最近結構愛用してまして、ほうほうほう、本当に包容力の塊なんですよ、ね、包容力ありめが好きなんですよ。あり足を守ってほしいっていう。なるほどね、包容力に飢えてる感じがあるんですね。そう、守ってほしいなっていうのがあって、この子は結構あのちょっと重めなんですけど、その足がなんですけど、結構やっぱホールド感があって、足をやっぱ守ってくれる、はい、あとこの見た目も可愛らしさもあり、可愛いですね。そうなんですよ、で、なので結構あんまりスピード出ないのかなと思ってたんですけど、結構キロ4分半のジョグとかでも行けちゃったんですよ。行けちゃった。15キロを4分半で走った時、この子で走ったんですけど、結構いい練習してますね。結構いい練習してます。でもその時この子で行ったんですけど、まあ守ってくれました、最後まで。あ、そうですか。足も痛くならず、ほう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 、すごくフィットするんですよね。なるほど。割とね、ジョグで選ぶ方多いかなっていう感じがしますし、すね、ブルックスのゴーサといえばね、もう多分アメリカで一番売れてると言っても過言ではないぐらい、はい、のシューズかなと思いますけど、そういう使い方もできたんです。いや、そう、びっくりしました。なるほど。これは例えるなら、これはですね、包容力の塊、水戸陽平でございます。いや、選手じゃない。いや、でもこれは本当にびっくりの
包容力なんですよ。ちょっと待って、水戸洋平は選手じゃないんですよ。選手ではないのですが、うん、でもスタメンに入れちゃう、包容力、スラムダンクの中の登場人物キーマンですから彼。そうですね、これね、スラムダンク知らない人は分かんないかもしれないですけどね、はい、ただの不良ですからね。いやいや、不良に見えるんです、一見 ね、うん、一見見えるんですけれども、うん、いろんなやっぱり乱闘シーンの中で、はい、彼は自分が矢面に立って、そうですね、もうみんなを守って、そうですね、高校生であんなことができますかっていうお話なんですよ。確かにね、高校生にしてはだいぶいぶしぎんな、なんか背中のでかさというか、懐の広さというか、まさに包容力。だってスラムダンクに何百人って登場人物出てきますけど、はい、出てきます。あれぐらい懐の深い男はいませんよ、本当に仲間思いですね。足を守る、ちょっとね、水戸洋平の良さをちょっと語りすぎちゃったけど、シューズの話ですからね、包容力がいいということですね。見た目がね、なるほどね。いや、面白いのは確かに結構バランスいいっすね。なんか、うんうん、ちゃんと点取れる人もいれば、やっぱりいぶしぎにまとめる人もいるし、独特のね、そうですね、我が道行ってるやつもいるしっていう、はい、でも基本なんか共通してたのは包容力かなっていう。確かに包容力求めてたんだなって出てきました、ね、今日気づいちゃいました。やっぱり怪我が怖いんですよ。あー、なるほど。っていうのがあって、日本一走るって言ってるぐらいだから、そう、怪我したくない、なんか無意識に求めてるんだなって、なるほど、ね、今日気づきました。いやー、でもいいチーム構成、はい、いい例え聞けてめちゃめちゃ参考になったと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、この動画面白いと思っていただけた方はぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。コメントもお待ちしてますので、ぜひね、このチーム構成についてご意見とかいただけたらぜひぜひお願いします。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。